はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。9月14日にね、まきました。あれこれな、なんだっけ、あ、小松菜だ、小松菜、芽が出ましたもう本番スタートしてから台本のチェックしてますからねで、これからね、除草を兼ねて、軽くね土寄せしたいと思います。今年はね、もう何回も巻き直ししてるんでね、もう頭の中しっちゃかめっちゃかです。で、まあなんとかね、秋冬の、ブロッコリー、レタス、ブロッコリー、レタス、キャベツかはなんとか確保できました。それと、ほうれん草とか大根なんかもね、確保できたんでね、まあ、なんとか冬野菜困んないのかなと思ってますけどね。いや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 、まあ何回も言うようにね、今年はもう異常気象で温度が高すぎてね、うまく育たずにね、何回か巻き直ししてしまいました。だからもう、種まき時期、今までの常識が当てはまらないっていうことだよね去年はこの時期に巻いたんだけどっていうのはね、ほぼほぼ通用しなくなってきてるんかもしれないですね。だからまあ、私の場合はね、 YouTube でこういう記録を取って、うまく芽が出た時、芽が出なかった時っていうのをね、記録に残すのも、まあ、一つの方法なのかなと思ってます。まあ、やはり、まあ、蓄積だよね。データの蓄積、これは農業にとっては必要なのかなと思ってます。はい、じゃあこれからね、軽く土寄せします。
はい、小松菜の土寄せ、8月土寄せですけど、はい、終了になります。はい、こんにちは、栃木の竹志農場です。ニラの捨て刈りします。
よいしょ。はい、ちょっと予定よりも長い距離出張りしちゃいましたね。入る前にね、この辺って言ってね、一株二株抜いといたんですが、それを見失ってしまってかなり奥の方までやってしまいました。まあ、うん、大丈夫でしょう。はい、そういうことで、この列あと2日かな。明日は多分雨なんで、明後日かやなさって行こうですね。はい、で、ちょっと画面を左に振りますか。よっこいしょ。これがね、一番最初にね、買った箇所ですね。何センチぐらいでしょうかね。この先端で20センチぐらいでしょうかね。あと10日、あ、そうですね、10月末にはね、食べられると思います。10月末から11月上旬、そのくらいには食べられるのかな。だから11月いっぱいは生育してくれると思うんでね、うん、1番狩りから、まあ、2番狩りちょっと入るかもしれないですね。まあその年の気候によって分かんないですけどね。で、言ってますように温度が下がっていって葉先が紫になってきたらもう終わりです。あとはそのまま放置して越冬させて次の年の春先ですね、4月の頃になるとね、新しい芽が出てきますんで、それがちょっと伸びた時点でね、捨て刈りをしてまた新しい茎を食べるという繰り返しになってきます。
はい、じゃあニラの捨て刈りですね、終了になります。